った実に楽しみです。 WEW ハードコア選手権試合、今日はこの FMW マットで挑戦者という立場でこの金村金太郎はリングにのばんとしているわけであります。しかし踊りはいつもの通り、いいでしょう、この踊りね。頼むよ、ぜひ今度一緒に踊っていただきたいんですけれども。かわいい、まあ、かわいいでしょ。こんなかわいいなんて言っちゃダメですよ。この後試合がすごいですから、ね、ここはじゃね、今日は本当に死亡する可能性もあるぐらい、いや本当にそうです。毎回5メーターぐらいのとこからね降ってきて、まあここはね国立第二病院が中様だから、はい、もう国立第二は救急病院だからね、生死のギリギリのところを常に感動感をね常にこうギリギリのところを渡ってる人間ですからね、何があるか分かりません。ただ今日は本当に横綱の方が国立第二はいいお医者さんばっかりだから、はい、もう即ね救急治療室に、まあそれにしても相手も相手ですから、今日はハードコア選手権何が起こるか分かりません。さあリング中央仁王立ち、もう一踊り気持ちよく踊っていただきましょう。もうね、あの金村選手こうやって笑顔今笑顔じゃないですね。でもやっぱりねかなり金村選手も気合入ってますよ。大日本との間の放送はどんどん激化してね、今その段階なんですよ。いや今日シリアスバージョンですよ。金村自分の作ったベルトがそこに今持ってかれちゃってるんですよ。しかもね2度防衛されてますから2連敗中なんですよ今。さあ新世紀デスマッチ、今やこの WEW ハードコア選手権のベルトもちょっと悔しいが似合ってきた男、山川隆二の入場であります。先日の 4.24 後楽園ホール大日本の大会では実にこの金村との死闘で椅子を8つもぶっ壊したという恐ろしい試合のあとのリターンマッチということでね、杉田さん、はい、この試合も何が壊れるか分かりませんよ本当に。さあ伊達美の入場だ。山川隆二乗りに乗っている男であります。これは新世紀でマッチの真髄見せるか。ハードコアマッチですんでね、はい、会場どこに来るか分かんないんですよ。だから僕の時には僕がちゃんと小宮山さんカードして裏へ逃げましょう、ね、裏へ行かせてもいいですか。いやいや表にいたら危ないから、はいね、お願いします。この辺も来る可能性大いにあり。またそういうこと言うと本当来ちゃうんだから言わないでくださいよ。もういやいや、あのねどっから降ってくるか分かんないですよ。あの羽村先生ってのは、上からおるどっから飛んでくるか分かんないですよマジで。何壊すか分かんない。それからあの辺のね今ね壁ありますけどね、なんかもろそうだからあの辺危ないで。いやでも本当気をつけてください。ごめんなさいね。さあ戦々恐々としてまいりました。またしてもこの駒沢が戦火の発音でしょうか。今日はねこの駒沢公園のね周りは本当あの裏らかな日和の中でね実に平和な空気漂ったんですが、いきなりこの中だけは戦場であります。すごいトップロープ越え溶け込みの、ベルト付けで溶け込みやった人は結構珍しいですよ、まずは先制攻撃を受けました金村金太郎。しかしね金村これ3連敗同じ相手ってのはね、これは金村のねうおープライドは許しませんよ。ただ逆に言うとね、山川は今日勝てばもう金村とやる義務はないね。そうですね、確かにもう2度あることは3度あるなのか、それとも3度目の正直なのか、まあとにかくいずれにしてもこれは、いずれにしてもこれは決着戦だということですけれども、いきなりハードコア金村も全然違いますよ。いつもと全く違いますね。シリアスです。あの普通入場の時はね必ずこうにっこりしてねエンターテインメント路線を突き走る金村ですけれどもね、いや今日はシリアス。あーテーブル持ってね、どこに行くんですか。いやわかりません、机持ってね今どこ行くのこれ。あーそこかな。あーそこ、あー今日はそこかな。うっそ、何するんですか。何するんだろう、わかんない。山川を思い出しますよね。前ね札幌を思い出しますね。札幌の会場ではね2階席から降ってたんですよ。2階から人を落としたんですよ。2階席から人をこうやってボディースラムで落としたね。大丈夫なんですか。
か？大丈夫ないですね。だから本当ね、これの今ここから見える天井のちょっと下ぐらいのとこから人落とした。怪我しちゃうじゃないですか。怪我しました。生きてるもんだ、はい。いや、それに生きてるね。皆さんやっぱすごい。それでも耐えられる強靭な体を作ってるんですよ、皆さんね。ちょっとすごい。何ちょっと待って。どこの持ってんだよ、これ。金村、そんなところまで行って。危ない、危ない。会場がまたしても戦慄ならし。おお、これを返す山川遅野です。いやー、これなんかね、杉田さん、まだ単なる序章に過ぎないような気がしますよ。ちょっとこれ裏のね、これ、あの控室の方に行っちゃいましたよ。あれ、これカメラいけないんじゃないかな、これ以上。ああ、うわー、こんなところで。ああ、いやー、これあの変電機のある男だけは入っちゃいけませんよ。駐車場の車壊しちゃったんですか？試合中ですか？試合中ですよ。ボンネットボコボコですよ。いいんですか？よくないです。よくないです。はい、さあ、この辺ね、これ、物が危ないね。ちょっともういろんなものあり。これ、草原がケーブルついてるな。随分ね、ついてますね。ちょっともっと何？やめてくれよ！新世紀デスマッチ、なんとこんなところにも！うわぁ、ついに FMW のマッチにこの蛍光灯が持ち込まれる日が来るというのは、うわぁ、嘘だろ、おい。ちょっと会場の人止めた方がいいよ、これ。係員呼んだ方がいいんじゃないですか。レフリーも止めれないよね。ちょっとね、会場の人。山川はね、今日これでもう本当に最後にしようってことでしょう。ね、見てこの山川の背中。これ蛍光灯が刺さった後なの。うわぁ、これは恐ろしい。ちょっと何危ない危ない、やめろやめろやめろ、おぉ、危ない危ないよ、割れた。危ない、危なすぎますよこれ。ちょっとこの上で何するんだろう。こんなところです、こんなところでフォール。うわー、今ね、会場の皆さんはね、あのモニターでしか確認できませんので。音は出てるんですか？音も後ろ出てますよ。こだまする、小宮さん大丈夫ですか？悲鳴がこだまする。うーわー、これね、こんな変なアクションドラマとか映画見るよりも、もうこんなもんじゃ済まないでしょ。大丈夫ですか、まあ、これ心臓の弱い人はこれ本当見れないですよ。今やっと戻ってきました。金村選手、ダメージ気になりますね。金村今ね、うずくまってましたんでね。相手の得意な攻撃やられてね。金村選手、これは今リッキーが、うん、行け、おー、リッキーがなんとリッキーさんやりますね。コーアシスト、保険させて、ね、FMW の液晶に行けってきましたよ。うわ、すごいすね、ものすごい流血。今廊下でファンの方の声が届いているかな。山川は今テーブル持ってるよ。ちょっと恐ろしいことになってきた。いやね、私もこれちょっと覚悟はしてたんですけどもね、まさか蛍光灯まで出るとはね思いませんでしたけども。どこに来てんのこれ、これどこ。怖い、杉田さん逃げる準備、杉田さん、ちょっと待って、うわ、来た まだ来てませんよ。まだこの放送席には来ていません。さあ、今机がひどい男です。あまりにもひどい男です。人でなしとはまさにこのことでしょう。私一人で放送人としてのプライドは守り通したいと思うわけであります。徐々に近づいてくる。来た来たと足音が聞こえるわけであります。うわー、恐ろしいことになってきた。
これね、危ないしね、あの技術の方もちょっと逃げた方がいい。危ない状況。仕事だから。ちょっと待ってください。私はここを逃げるわけにはいかない状況でありました。なんとかこの病院を全国の皆さんにお伝えしようと決死の思いでやっているわけでありますが、なんと何をしようというんでしょうか。さあ、いや、わーと、なんと、え、ちょっと待って、ちょっと待って、わー、今カレーブラウン、先決に、チーマミヤとカレーブラウン、今ここに、まさに放送席前が、戦火任している、戦場任している、わー、机が今2つ、私の目の前に並べられたわけであります。あー、ちょっと俺何する、何するのかな、恐ろしい、ちょっと、やめて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 、ちょっと待ってください。私の目の前にいますので、死にたいと明らかに言っているの。うわぁ、真っ赤のか、顔面真っ赤の、金村、雪色の、顔面か、ちょっと待って、私の今、うわぁ、ちょっと待って、ええー、ちょっと待って、山川今、私の目の、ああ、真上に、私の真上に今山川がいて、危ない、これお客さんも大丈夫だったかな。いや、杉作寿恵太郎は伊豆湖へ行ってしまったんでしょうか。育児なし人手なし杉作寿恵太郎、育児なしに人手なしも加わって人間失格の日に杉作寿恵太郎。